皆さんこんにちは。行田市長の幸田邦子です。連日のように報道されている通り、全国で災害が多発しています。皆さんは災害に備えていますか？4年前の令和元年台風19号では、行田市でも大きな被害が発生しました。近年は災害が頻発化、激甚化しており、行田市でも再び水害が発生しても不思議ではありません。水害はある程度予測のできる災害ですので、事前に備えておくことが何より大切です。食料や水、非常用のトイレなど、生きるために必要なもののほか、女性の生理用品やペットを飼っていらっしゃる場合のペットフードなど、ライフスタイルに合わせた備蓄品が必要です。また水害が発生した時に備えて、いつ誰が何をするかを時系列で整理するマイタイムラインを決めておきましょう。マイタイムラインを決めておくことで、いざ災害が発生した際にも慌てずに避難することができます。最後に避難方法についてお話をします。避難とは難を避けることです。避難所に行くことだけでなく、ご自宅の2階などで安全を確保する垂直避難も有効です。また親戚や知人宅に避難させてもらうことも選択肢の一つですので、あらかじめ避難先を決めておきましょう。紹介した備蓄品やマイタイムライン、避難方法などは市のホームページや行田市防災ガイドブックにも掲載されていますので、ぜひご活用ください。災害対策は自助の取り組みが非常に重要です。それぞれ皆さんに合った災害への備えをお願いいたします。